さあこれより攻守の方向を変わりましてファイナルクォーター第4クォーターに入ります。正英相手陣17ヤードからサードダウン点で試合再開となります。パス不成功。クォーターバックにはプレアクションから中央切れ込んできた26番でしょうか、パスを投じましたが、しかしこれを岡山パスカットしましてパス不成功、フォースダウンに変えます。ここは岡山を譲りませんでした。翔英フォースダウン10、フォーメーションを組んでギャンブル入ります。タッチダウンにこだわる翔英、フォースダウンギャンブル。タッチダウン。ここで翔英、先ほどと同じパターンをあえて敢行しました。ターゲットは89番だったようです。今度はこのパスを見事キャッチしまして、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。翔英トライフォーポイントに入ります。このキック見事決めまして1点追加、翔英28点、岡山スタンディングベアーズ0点とその差を広げる形に成功しております。まさにサーダウンのシチュエーションと全く同じプレーをあえて敢行しました。そしてそのパスを今度は翔英89番、見事に88番のようです、見事キャッチしましてタッチダウンとしております。見事タッチダウンパスを取りましたのは88番の春口、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあ鮮やかな攻撃によりまして、この第4クォーター最初のシーズン見事タッチダウンし得点を広げる形に成功した翔英のキックオフで試合再開となります。さあ短いキックキックを蹴りまして岡山はリターン入りまして自陣45ヤード付近を確保し、この位置からの、岡山の攻撃という形に変わります。ボールオンは岡山陣42ヤードの位置にセットされました。この位置から岡山の攻撃に入ります。岡山はファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。キャリア23番にボールを託しまして中央突破を図らせようというところでしたが、しかしこれは翔英許しませんでした。中央立ちはだかりました、88番春口がタックルしましてゲインは1ヤードにとどめております。岡山セカンドダウン9。パス成功、ファースター。しかしここでイエローフラッグが投じられております。ここで岡山クォーターバック13番が見事に中央付近切れ込んだレシーバーにパスを通したところなのですが、この過程でどうやら反則が発生していた模様です。
先ほどのプレーでの反則はありませんでした。プレーが成立しております。従いまして先ほどのパスプレーによって岡山スタンディングベアーズ攻撃権更新となりました。見事なパスプレーによって攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター岡山ここでランニングバックス23番ハンドフォーを託されまして、一旦はディフェンスの殺到する状況になって詰まりかけましたが、そこから左にカットバック、バンナウト接客結果大きなランが展開できまして、攻撃権更新になっております。岡山スタンディングベアーズファースター、見事な判断で攻撃権更新に続けました。ランニングバック23番は諸本、日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ岡山ファーストダウン10、ここは翔平ナイスディフェンス。ここで再びランプレーを岡山は重ねようとしました。しかしそこに翔平ディフェンス陣殺到、最終91番藤井が仕留めまして、このランを2ヤード3ヤードのロスに変えています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン13に状況変わっております。ボールオンは相手陣36ヤード。QB スクラム、クォーターバック13番、プレーアクションからパスを投じようと構えましたが、ここにディフェンス陣がラッシュして殺到、これをかわし右オープンにスクランブルし、相手ディフェンスをまくりながら、それでも約2ヤードから約5ヤード近いゲインとしています。素晴らしいアスリート性を見せまして、前進に変えましたのは岡山スタンディングベアーズクォーターバック13番のアイオイ、岡山失礼しました、大阪市立大学出身のプレイヤーです。岡山サーダウン8、ナイスパスカット、パス不成功。クォーターバック13番、プレッシャーを浴びながら、しかし右に迂回しましてパスを投じました。しかしこれは翔平パスカットしまして、パスを不正義フォースダウンに変えております。岡山フォースダウン8、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル入ります。パス通ってる、攻撃権更新、ファースダウン。ここで中央へのパスを投じました。ディフェンスのその隙間を抜いてワイドレシーバーにパスを通し、これをキャッチしたレシーバー見事に攻撃権更新果たしております。岡山スタンディングベアーズファースター。さあこれより岡山は相手陣21ヤードからのファーストの点に入ります。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイシファーストダウンやり直しとなります。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。特定の選手以外は1秒間開始前に制止を求められます。これができなかった場合フライングと扱われまして、フォルススタート、不正なスタートで5ヤードバッタイとなります。岡山はファーストダウン15で試合再開。
クォーターバック13番プレイアクションから右に流れ、そしてそこからスクランブル展開しました。しかし足を滑らせ、結果的にはゲインは1ヤード程度にとどまっております。ダウン、セカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン14、ボールオンは相手陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック13番下がりまして、エンドゾーンめがけてパス投じんとしましたが、しかしプレッシャーからパスを投げ捨てました。ダウン変わりまして、サードダウンに変わります。何としてもパスにより打開を図りたい岡山ですが、しかし長英譲りません。圧力をかけまして、この攻撃を再び止めようとしております。さあ岡山は突破できるでしょうか。岡山サードダウン14、非常に厳しい状況でした。しかしディフェンスの合間を抜くようにワイドレシーバーこのボールに飛びつきまして、見事キャッチし、このプレーを成立させております。しかし攻撃権更新に至っておらず、フォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ、フォースダウンプレーをします。フォースダウンギャンブル。右オープンのランプレーで突破を図りました。しかしこれを翔英止めまして、結果的に岡山ここで攻撃終了です。攻撃権変わりまして、テイクオーバー翔英に攻撃権変わります。岡山猛攻を見せまして、エンドゾーンを伺う凄まじい攻撃にしてましたが、これを翔英しのぎまして攻撃権取り返しております。翔英自陣16ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番右に展開した3番にパスを投じましたが、パス不成功に終わっております。セカンドダウンに変わります。島田さんのメッセージありがとうございます。現在どうやら太陽光の影響でしょうか、機器に非常に熱が溜まっておりまして、それもありまして配信が不安定になっている模様です。誠に申し訳ございません。叶う限りは、その冷却が務まるように工夫はしていこうと思っておりますが、現時点は、解消方法がないということでご了承いただきたいと思います。また鶴見緑地は非常に電波環境が悪く、他の Wi-Fi 環境によって電波が不安定な状況になることがあるため、どうしても駒落ちが発生しやすいため、この点もご了承何卒よろしくお願いいたします。さあランプレーが入りまして、サードダウンに変わります。この配信自体は、カメラの方でも録画をさせていただいております。後ほど私の方のブログでこちらの方の動画を別投稿させていただき、こちらを保管させていただく考えでおりますので、現時点では試合の経過を確認するための配信としてご覧いただければ幸いに思います。鶴見緑地はこの点が非常に困難な状況にあるということが私自身常に思っておりますが、
試合をすぐさまできる限りご覧いただければと思っておりまして配信を継続させていただいております。何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあパスを打った攻撃権更新ファーサー。クォーターバック2番プレーアクションから中央を切り込んだ8番にパスを通しまして8番倒れ込みながらこれをキャッチし攻撃権更新となっております。ショーウェーブザーズファーサー。ショーウェー自陣33ヤードからのファーストアウト。さあここでフルバックドランプレー。そしてそのフルバックにはラインマンを先ほどから投入しております。キャリア69番その体育を生かしまして相手ディフェンスを引きずるように前進し約5ヤードから6ヤードのゲインとしています。力強いランを決めましたのはショーウェーブザーズ69番のオーバイです。近畿大学出身。さあ今度はテイリバックのランプレー。テイリバックに張った14番ハンドオフを受けまして今度は右オフガード付近突破しました。体を飛び込む、倒れ込むように前進しまして攻撃権更新を果たしております。ショーエーファーサー見事攻撃権更新しましたのは14番の橋本でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。パス不成功。クォーターバック2番パスによって突破を図りましたがここに岡山が殺到。パス不成功でパスを投げ捨て不成功としました。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。セカンダウンテン。ナイスラン。ファースト。今度は14番にハンドオフしまして14番がそこから右にバウンドを落とし攻撃権更新としています。ショーエーファースト。この状況を14番に託している模様です。橋本のランが冴えております。ショーウェー相手陣45ヤードからのファーストアンテン。ここでホイッスル。失礼しました。時計操作を誤っておりまして、現在前半、試合時間残り2分となったところにあります、ここで2ミニッツウォーニングが入っております、現在暑さ対策を兼ねまして日陰の位置に機器類をちょっとずつ移させていただいております。これのためにちょっと操作に不備が生じておりますが誠に申し訳ございませんがよろしくご了承お願い申し上げます。
鶴見緑地は、屋根がございませんので日差しにされた環境のため、キキ類に非常に大きな熱負荷がかかります。これによって本来とは正常、な動きが伴えない点も、この配信の難しいところになっております。これらを鑑みいただきご配信、配信をご覧いただければ幸いに思います。もしこの点にご不満があるようでしたら何卒会場で生をご覧いただければ嬉しく思います。照英タイムアウト解けまして相手陣44ヤードからのファーストダウン点。さあランプレー入りました。ランニングバック14番ハンドオフから密集点突破を図りまして約8ヤードのゲインを獲得しております。ショーへ相手陣37ヤードからのセカンドダウン2。フルバックのダイブプレー密集点突破で攻撃権更新を図りまして見事それが成立し攻撃権更新です。ショーへファースター、ここは本日大活躍オフェンスラインマン69番の突進によりまして攻撃権更新としています。見事期待に応えましたが69番大梅近畿大学出身。ショーへファースターテンボロン相手陣33ヤード。再び中央へのプレー、キャリア33番。ディフェンス殺到しましたが、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られます。ここでの負傷タイムアウトは、10秒減算措置が施されるため試合時間残り24秒となっております。時計回ります。試合再開です。ここでホイッスル。岡山ここで後半1回目のタイムアウトを使います。試合再開です。岡山セカンドダウン5、失礼しました、翔英セカンドダウン5。
さあ、ラニ枠33番のランプレー、約6ヤードのゲインとなっています。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、松栄ウザーズ28点、岡山スタンディングベアーズ0点で松栄の勝利となりました。しかし双方とも闘志あふれる熱戦と演じていただきました。素晴らしい戦いでした。岡山惜しくも敗戦となりましたが、素晴らしい戦いです。 X 残留目がのため奮闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。そして松栄見事に連勝しまして、白星を続ける形になりました。素晴らしい戦い、完勝おめでとうございます。続きます一戦にも期待したいと思います。ナイスファイトでした。岡山惜しくもこの試合も敗戦という形になりましたが、素晴らしい闘志あふれる戦い、見事でした。ナイスファイトでした。X2 リーグの第3節、この一戦は松栄28対0で勝利する形になりました。しかし双方とも見劣らない素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速補給車少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブロンダが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに伸び倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持ちしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に当たった試合でしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は残念ながら配信かなりの駒打ちが発生したいと思うようです。誠に申し訳ございませんでした。後ほどこちらの方は録画したものを編集し直しまして、私のブログの方で再投稿させていただきます。叶いました。そちらの方で再確認いただければ嬉しく思います。本日の配信は NFA アメリカンフットボール協会の主催によります試合を、許可いただきまして配信させていただきました。その配信を実況、そして、配信させていただきましたのは私道楽やリチャでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。